はい、皆さんこんにちは、橋本でございます。今日はですね、ブライダルヘアメイク、ブライダルメイクと普通のメイク何が違うんですかっていうことにお答えしていきたいなと思います。それとですね、一つ以前にブライダルのメイクを自分でしようと思うんですとコメントいただきまして、よかったら、何を使ったらいいかとかポイント教えてくださいっていうリクエストをいただいたんですね。それにも同時にお答えしていきたいなと思います。はい、なので実際にヘアメイクさんもブライダルのヘアメイクさんも見てもらって、いくつかヒントになることがあればいいかなと思いますので、一般の方もはい、ためになることがあるかなと思いますので、よろしかったら最後までご覧ください。はい、でですね、今回その動画を撮るにあたって実はこのコメントいただいたのがちょっと前なんですよ。で、すぐに撮ることもできたんですけれども、一言でブライダルのメイクっていう括りでくくってもブライダルのメイクってこうですよって、例えばめっちゃマットにしますよとか、そういうのってないんですよ。ないですし、パターン化してるわけでもないので、メイクをそう、その同じものっていうのがないんですよ。今までも何百何千っていう神父様させていただきましたが、なのでこの 2、30分の動画内でこう全てお話しするのっていうのがやっぱり難しいので、たくさんたくさんこう伝えたいことがこうあるので今の、傾向ね、はい、今の傾向でいいのかなと思って、ちょっと考えすぎて私も今の流行り、よくこんなんがいいかなって言われるメイクっていうのを今実際に作ってみました。はい、こんな感じです。一番大事なのがベースだと思ってます、私は。その後に眉、あとアイメイクとかチークとかリップ、色の好みとかはお客様にもお伺いするんですけれども、お客様の好みをお伺いしてから、もうちょっとこうした方がもっとよく見えますよとかっていうのが私たちのお仕事かなと思ってるので、いつもそれをアドバイスさせていただいてます。はい、でもしね、自分でご自身でメイクするとなれば、ベースからいきましょうか。ベースは一番大事なのがよれない、崩れない、涙の線がいかないっていうのが大事なんですよ。これはもう必須です。で、ツヤにするかマットにするかはもうお好みなので、それは化粧品で変えていきます。はい、ちなみにこれは100% だと8割ぐらいのツヤです。これもっと濡れたような感じのツヤにすることもできるんですけれども、パウダーで作るツヤ感とウェットな感じの質感のもので作るハイライター2つあるんですけれども、こういうのとこういうのですね、今流行りの。はい、こちらのハイライトは光が当たらないとツヤってしないんですよ。こちらの方は光が当たるともちろんツヤンとツヤ玉ができるんですけれども、ちょっと暗いところ でも綺麗なツヤは出ます。はい、ベースはそんな感じですね。で、眉毛の、今の流行り流行は太めでストレート眉が多いです。ただただ傾向だけを言うと、でもストレートで太めな眉毛が合うのかどうかっていうのは、そこは私たちこうお顔立ちとか骨格とか肉付きとか見させていただいてアドバイスさせていただきます。はい、アイメイクはですね、リップがこれぐらいのベージュとテラコッタの間ぐらいの色だったら目元はちょっと色味を出しても大丈夫かなと思います。で、この後赤いリップのイメージも見ていただこうかなと思うんですけれども、赤いリップの時はもうほぼ
アイシャドウに色味を入れるかチークに色味を入れるかどっちかにした方がいいですね。アイライナーとマスカラをつけるのであれば必ずウォータープルーフのものです。はい、テクスチャーはどっちでもいいですね。ボリュームかセパレートかっていうのはお好みでセレクトしてもらったらいいかと思います。で、マツエクを7割8割ぐらいされてくるので今は、なのでマツエクしたっていう体でつけまつげを今日はつけてます。はい、こんな感じで目の下も少しマスカラつけてますね。アンダーも。はい、リップはベージュすぎずテラコッタすぎずのちょうど中間ぐらいの色に見にしました。でこの後ね、真っ赤かなリップを塗ったバージョンとすごいベージュのバージョンと出していきますので、それもよかったら参考にしてください。はい、よくある今時の花嫁っていう感じで、こっち半分だけメイクしてみました。こんな感じ。ちょっとごめんなさい、前髪の私短すぎて、これ全然今時じゃないですまあ、もうちょっと長くて薄め前髪が主流ですね今ね。シースルーな感じが。最終こっちも仕上げてみようかと思うんですが、ベースメイクとかに関してはこれはですね、ちょっとばかし企業秘密的なところもございまして、はい、この怖い笑み、怖い怖い、橋本の過去動画とか見ていただくと大体わかるかと思うんですけれども、8時間崩れないものっていうのを使わないといけません。それね、スキンケアから始まってるんですよ。それはでスキンケアからしっかり吟味したものを使ってベースメイクアップベース、あ、日焼け止めメイクアップベースファンデーションを行うっていうのは、ロングラスティングなものを使わないと涙で全部取れてしまうんですね。涙が玉のように弾かないといけないんですよ。これはですね、ちょっと企業秘密っていうのと、全部言うとめちゃくちゃ時間がかかるっていうのもありまして違うな、企業秘密の方が大きいな、でも落ちにくいウォータープルーフのもの、ファンデーションで言うとロングラスティングのもの、はい、それを使ってください。はい、アイメイクなんですけども、もし色を出すなら、私はですね、最近このディオールのバックステージシリーズのこれね、グローフィースパレットとこちらのアンバーですね、これをよく使います。もし色をのせるならこれだけで結構ねこと足ります。はい、ツヤも出るしキラキラも入ってるし、こちらのアンバーも使いやすいです。マットもあるしパールもあるし、アイベースも入ってますし。でリップを今日ね、珍しく赤つけてるんですけど、私最近赤をセレクトされる方多いんですね。で赤をつけた時はアイシャドウをねべったりね、オレンジとか茶色とか、のせる時もあるんですけど、もしオレンジとかのせた時はチークをもうあんまりのせない、チークレスにします。チークレスにすることが多いです。はい、で今日はね、アイシャドウはねそんなにのせてないんですね。ベージュっぽい色と目の際に明るい暖色系の茶色を入れてます。少し目元はパッチリしたいっていう人がやっぱり多いので、目元はパッチリさせます。でアイシャドウをそんなに濃くしないときは、アイライナーをね、茶色とグレーが混ざったような色を使うと浮かないんですよ。こんな感じ。これウズのアイライナーなんですけど、これ気に入ってすごく使ってます。これが例えば黒だとちょっとね、はっきりしすぎてちょっと目元がなんていうのかな、下品な感じに見えることがあるので、これか、黒だと分かるかな、こんな感じ。つけまつげがっつりつけてね、目の際をはっきり線で
はっきりさせたい、際立たせたいときはこれぐらいの色を使ったりするんですけど、もしくはこうぼやけてしまってここポイントではっきりさせたいっていうときに黒とか使ったりするんですけど、全体的に引くのはこれぐらいの色の方がねいいかなと思います。怖くないですね、もし自分でやるときは。はい、でチークは、コーラル、これ今ちょっとすごいピンクっぽく出てるんですけど、もうちょっとコーラルっぽくてもいいですね。オレンジ足しましょう、すいません、オレンジを足してみますので、ちょっとね青みが強いので、こんな感じですね。でこれチークにもパールが入っているのでこのようなツヤが出ますし、今、パウダー状のハイライトをここにのせてます。これですね、マックのミネラライズスキンフィニッシュ、こういうやつですね。はい、これものせてるんですね。で粉物で表現するツヤ感とウェット状のハイライターで表現するツヤ感、2つのツヤ感が、ツヤの出し方があるんですね。こっちが粉、こっちがウェット状のもので、どこで見てもちょっとツヤっぽく見えるのはウェット状のものをつけとく方がいいんですね。でこの上にここの高いところにだけ縦にこのウェット状のハイライトをのせるとよりツヤ玉がはっきり出ます。こんな感じですね。はい、これも最近自分でも必ずつける感じですかね。今ね、メイクの奥深さがこれぐらいあるとすると、もうこの辺ぐらいしか喋ってないです。はい、で実はコントアリングもこっちしてまして、ハイライトとローライトも入れてます。なのでこう目に見えて 色でこう表現するっていうよりも素材感を大事にして、で目は大きくして大きく見せて、足すとこ足して引くとこ引くみたいな感じですよね。これ例えばリップをベージュっぽいベージュピンクとかにするとチークもうちょっと足した方がいいかなとかってなるんですよ。ちなみにリップをベージュにするとこんな感じです。私は個人的にはこっちの方が好きです。はい、個人的にはね。はい、はい、バランスがあるので今口が強いんですね、一番。なのでそれ以上強くするとちょっときつくけばくなるのでしてないんですけど、これが 100% ではなくて、もちろんそのエクステされない方もいらっしゃるんですよね。自まつげで自然なのがいい、普段メイクしないので自然じゃないと嫌だっていう方は本当にセパレートのマスカラしか塗らない時もあります。はい、ただですね、一番ちょっとこっち仕上げてから大事なお話します。はい、こっち仕上げますね。はい、できました。こんな感じです。こちらもね、同じ色味で仕上げてみました。ツヤに関しては健康的なツヤでないといけません。はい、テカリとツヤっていうのは違いますので、やりすぎてなんか違うな、しんどそうに見えるなっていうのはツヤではなくてテカリになってしまうんですよ。そのあたりは自分のお肌のコンディションをよくチェックして、毛穴大丈夫かなとかそういうところもチェックして作るようにしていってください。そもそも自分でメイクしないといけないっていう環境を作ってしまったのがやっぱり良くないんですね。
うん、私たちがまあ一番大事にしないと、あえてねここでちょっとお伝えさせていただこうと思うんですけど、私たちがあえてその大切にしないといけないのは、これはねちょっと駆け出しのヘアメイクさんとか美容師さんでもよくあるんですけれども、聞くことしかしない、どういうお色味がお好きですか、どういうアイメイクにしますか、遅れには出しますか、どうしますか、それってプロではないと思うんですね。私はお客様の好みあります、もちろん。でもそれもいいけども、もう少しこうしてあげた方がもっとゲストの方にも皆さんに対してよく見えますよっていうようなアドバイス、ご提案っていうのができてない人が多すぎるかもしれないです。お客様のご要望だけ聞くのであれば私たちいらないと思うんですよ。なぜ私たちがいるのか、私たちの存在意義、はい、これはお客様ではなくてプロにお伝えしてるんですけども、これをねもう一度見直した方がいいのかなって思ったりします。聞くばっかり、私がそれが嫌なんですよ。美容室行って、今日色どうされましょう、どうしましょう、前髪どうしますか、後ろ長さどうしますか、いやいやあなたの提案はみたいな、それってね大事だなって思うんですよね。でもうこの年になってもまだ現場に出ますかっていうぐらい出てるんですけど、それはですね、こだわりのあるお客様とか、ちょっと自慢なんですけどね、自慢です、コスメ大好きですごい詳しいお客様とか、そういう方を橋本は担当させていただくことが多いんです。いっぱいインスタ見てね、もうどれにしていいか分からへんとか見すぎて分からへんとかね、特に今コロナ禍で延期して延期して、それで結婚式挙げられるとかいう方多いので、そういうお気持ちにもねお答えしたいなってすごく思いますし、すごい真面目な話ですけど、はい、瞬時にお客様の好みとか好きなもの嫌いなものとかを聞き出して肌で感じて、それをアドバイスするっていうようなスタンスをもうここ長年取ってますの でしかもお顔が整ってて、お肌がすごいツルツルで美人さんでっていうプロのモデルさんばっかり扱ってたわけではないんですよ。すごいコスメフリーク、コスメオタクな方もいらっしゃいますけれども、こだわりさんもいらっしゃいますけれども、何も知らない美容に関して無知な方も担当させていただきます。そういう方に対しても、あ、ちょっと毛穴がなんていうかな、トラブル起こってるなとか、肌が乾燥してしまって、乾燥によるその、角質が溜まってしまっているなとか、そういう場合スキンケアでお肌を柔らかくするとか、そういうね瞬時の判断も私たち実はしてるんですね、お肌触って、はい、実はなのでこの20分30分の動画内で全て伝えるっていうのがなかなかやっぱり難しい、それだけ奥が深いと思っていただけたら嬉しいです。はい、こんなちょっと真っ赤っかな口のままで喋ってますけれども、はい、これが全てじゃないです。モデルがね、モデルがモデルなんですいませんけど、こんな感じにしか仕上がらないんですけど、なんか話があっちこっち行きましたけれども、ブライダルヘアメイクと普通のメイクは何が違うのか、そんなに違いはございません、はい、ただ、ベースが崩れないこと、これはねもう絶対なんです、必須。ナチュラルに仕上げながらもベースを崩さないメイク、これがブライダルメイクかなと思っております。それ以外はもう好みが、ポイントメイクはね好みがあるので、ベースが一番大事かなと思います。はい、長々とご視聴ありがとうございました。それではまた。
次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。